ヘローユーチューブイエース不動産のお本物仕事、サワシゲミです。本日はこのユダヤの教え、権利収入と成長ビジネス、急成長のビジネスということについてえシェアをしていきたいと思います。えユダヤの教えですね。じゃあ、これらの共通点は一体何なのか。権利収入と急成長するビジネス。これは面白いですよ。 さて、じゃあ、まず権利収入の方から見ていきましょう。これ、ユダヤ人はですね権利収入、この4つしかないというふうに言ってるんですね。この4つっていうのは、これ、ユダヤ人っていうのは、ですねこれすごいんですよね。ユダヤ人と家境がやっぱりお金儲けうまいじゃないですか。ユダヤ人って全世界の人口の0.2%しかいないわけです。まあ、だからざっくり100億人だとすると、2000万人くらいですかね。にもかかわらず、全世界の富の50%以上を保有していると言われてるんですね。私、数えたことないんで分かんないんで、言われてるってことなんですけど、それすごくないですか ね、あの本当にどんだけお金儲けが上手なんだと、これ、じゃあ、彼らがこ特段頭がいいんですかと、まあ、そんなこともあるのかもしれないですけども、彼らは教育、教えがすごいんです。まあ、権利原則っていう地球上のどこでやっても、誰がやっても、いつやってもそれが成り立つっていう、そういったものがすごいんですね。で、それらを彼らは、あのもうお父さんとかおじいちゃんとかは、まあ、あの権利収入でもう働いてませんので、家でそれを教育してるわけです。だからユダヤ人は、何やってるんですかって聞,聞いたら、これは教育者をやってるってことなん,なんですね。 で子どもたちは、えー、17時くらいに、ね、こう学校から帰ってきてそこから家で本当の学校が始まるわけです。ユダヤ人は、ね、3歳くらいになるともうあのトゥーラーという、まあ、旧約聖書、まあ、ヘブライ語で書いてあるんですけどそれを分からなくてもいいから読めみたいなそういう教育、これ以外はもう覚える必要ないという、そんくらいの、ねまあ、トゥーラーとかそのタルムードといわれるのその原理原則知識が書いてあるような本をずっと学んでいくわけです。そこで、えー、自分の知識を手に入れながら知識だけじゃなくこう実践しながらです、ね、いろいろ経験を経ていってそれ13歳までにまあ自分の で権利収入が作れるようなな風になっていくすごいですね。もう仕組みが違いますね。日本人とは真逆ですよね。日本人はあの真面目に働いてとていうことなんですけども、自分でビジネスを起こす。要は従業員ではなくビジネスオーナーになる。そのじゃあビジネスオーナーになるっていうこは何なのかというと、これの権利収入になるわけです。はい、権利収入、この4つがあると言われてますね。まあ、不動産収入、これ分かりやすいですね。不動産収入、これお金持ちの方、みんなやってると。あとは FC 収入、フランチャイズ 収入ですねつまり、まあ、ケンタッキーフライドチキンとかマクドナルドとか一回仕組みを作ってその仕組みを他店舗に分けていくことによってロイヤリティ、ね、20%とかねこう取っていくっていうそういうビジネスモデルですそうするとこれから始めようっていう人もノウハウが手に入りますしその後ずっと払わなきゃいけないんですけれどもあの、まあ、お金がその本部の方に入ってくる。 で流通型ビジネス、流通型収入とロイヤリティ収入、で流通型っていうのはいわゆる MLM、マルチレベルマーケティングのえことですね、これはあの自分がその仕組みを作る方ですよ、自分がその MLM の仕組みを作って、えー、その多くの方に働いていただいこれがなんで経理収入になるのかというと、こう人々の力を使って、その自分が得られる富よりも少ない量のコミッションを払うからですね。こ でまた、要はロイヤリティ収入、うーんとまあ例えば株を買って何パーセントリターンが返ってくるとか、あの契約して何パーセントリターンが返ってくるとか、その債券とか、まあ、あとは印税、あの本を書いて印税が入ってくるとかです、ね、要はレバレッジが効いていること、これがロイヤリティ収入、これ全部レバレッジが効いてるんですね。えー、ということで、この4つだと。 じゃあ世界で急成長してるビジネスは一体どんなのがあるのかってこれ見ていきましょう。ね、これを一番分かりやすいのは IT ビジネスですよね。IT。IT が何ですごいのかっていうと、これもうレバレッジが空間的レバレッジっていうのが聞いてるんですけど、まあ、空間的つまり1個のコンピューターなりマシンを作ると、ね、最初は作るのすごい大変ですよ。で作った後にこに多くの人がそこにやってきてその1つのコンピューターで多くの人に。 対処できる普通だったらね、こう1人でお客さんが来たら1人が相手して1人がやってって、これレバレッジ効いてないじゃないですか、でもコンピューター1個使ったらもう自動的にサービスが提供し続けられるわけですね。ということは、それがあの1か所にこう集まってくるので、空間的なレバレッジが効いていこの物理空間のレバレッジですね。あとはまあフランチャイズも1回作ったらずっと回り続ける、まあ、これも急成長してますよね。急成長していく、これ全部要は、あのお金がかけるお金の割にいっぱいお金が入ってくる、まあ、人件費が少ないということなんですけれども、 もうこれまとめたところはまたあとで説明しますけど、あと MLM 流通型についても、ですねこれ大企業が広告バーンって売って、例えばその山手線の広告が全部同じになってたりして、あれ、ものすごいかお金かかりますよね、ものすごいお金がかかるにあに、あのブランド広告って言って、こう我が社のイメージはいいですよねっていうようなところにしか行かないので、お金に直接しにくいんですね。つまり これはいい商品なんでこれを買ってくださいっていう売り込みが激しくなるとみんなちょっと嫌になるじゃないですか。でそういうのを直接やっていくことによって実際にお金になるわけなんですけどもでそれは大企業をボーンって広告売って最終的にサイトに来て買ってくれる確率も高いんですがあのさらに高まるのはその自分の信用でこれはすごいものですよって言って誰かに伝えていってああ確かにすごいねって言ってそれがまた あの膨らっていくってていいいくうううこういうビジネスモデルの方が急成長すするわけですだから中国とかではですね何千億円とか何兆円っていうような MLM ビジネスもいっぱいありますよね。実際にそれでお金が儲かっていくわけです。そして最後はサブスクリプションビジネスねレイジーカスタマーと言われるようなこの面倒くさがりない人がですねまあ私もそうですけれども一回登録したらずっとお金を払い続けるわけですよ。でその最初サービスが必要なときはこれちょっと安いなみたいな登録したらこれずっと払い続けていって、まあ、いつしか巨物の富になると。 でそれがですねあの、やる方は必ず入ってくる、まあ、家賃収入みたいなもんですよね、必ず入ってくるお金ということで、退会者が一定の割合で、入会者一定の割合ってこう計算できますので、あの何年、何月にはいくらお金が入ってくるっていう,こう先読みの計算ができるので、予算も立てやすいですしまた、その 今後入ってくるお金を担保に次のお金を借りたりすることもできるわけですね。こうやってビジネスが広がっていくわけです。まあ、サブスクリプションビジネスはですね最近出てきたものですけど、この4つが急成長しているビジネス。このビジネスに共通していることは、これは少ない人件費でできるということなんですね。まあ、コミッションもそうですけど、広告費を出すよりかはコミッション料の方が少ないわけですね。えっとまあ、自分が入ってくる金額の中でコミッションがこう払えるわけですから。えー、あの システムがあっていくわけですそして、IT ビジネスもあの最初にシステムを作るの大変ですけれども、空間的レバレッジとか時間的レバレッジが効いてきて、あの最終的にはあの多く儲ける。まあ、これあの、専門的に言うと流動費が低い、まあ、固定費と流動費というのは必の中にありますけど、流動費がいい安いビジネスということになります。じゃあ、共通点見ていきましょう。 はい、共通点はこれレバレッジが効いてるってことなんですね。レバレッジには3つあります空間的レバレッジ、時間的レバレッジ、金銭的レバレッジ。空間的っていうのは同じこの物理空間の中で1つのものに対してこう多くの人がこう同時にやってくるようなシステムを構築できますよってそ。でもその、ね、収入はその掛け算で増えますけれどもその労力、コストっていうのは掛け算にならないわけです。そして時間的レバレバッジ、これはあの 福利が効きますよって1回ねマネーマシンを作ったら、その先ずっとお金を稼ぎ続けるので、マネーマシンいっぱい作っていけば増えますよってことなんですね。そして金銭的レバレッジっていうのは、そういう信用とか、お金をもとにさらに多くのお金を動かして、その元手を増やして、そのビジネスを拡大していけますよということなんです。で、まあ、それがですね、まあ、あともう1個の共通点はそ、それぞれマネーマシン、つまり仕組み化してるってことなんですよ、仕組み化。そうなんですビジネスオーナーっていうのは仕組みを作る人なんですね。 でえーまあ、結果的には低流度比、まあ、具体的には人件費が減っていくということになります。これらの、えー、共通点、さて、これらの共通点を見ながら、こう不動産というビジネスとかですね、他のあの投資とか、いろんなものをこう見ていくとこう、何をやったらいいのかっていうのが分かってくるかもしれません。まあ、これも当然ね、向き不向きありますんで、これは、まああの、リテラシーとしてぜひ覚えておいてください。それでは今日も、えー、お時間、共有していただきまして、ありがとうございました。イエス